はい、どうも。こんにちは、ルーシーです。久しぶりにこのお面をかぶってみました。このお面はね、何かちょっとふざけたネタ系の時に撮ろうかな、使おうかなってずーっと思ってたんですけど、ついにね、出してしまいました。で、決して何かふざけるっていうわけでもなく、単純にガチャが引きたいから、それの理由として引っ張り出してきました。もう本当に久しぶりに使うんでね、彼の力がだいぶ溜まってるんじゃないかなと思って選んでみました。まあ、とにかくガチャが引きたいということですよ。こういうね、すごいシンプルなガチャの時に限って来たりするんじゃないかなっていう淡い期待です。では早速行ってみましょうか。もう本当にもうちょいでノーマル終わるんで、ノーマルの島やばいっす。だって僕もともと500何個島リセする前にあって、でも7頭ぐらい、6頭、まあ6頭は終わってんのか、1つ250だ。やばい、もう2000個近く使ってる。で、出た新しいフォースターって多分パルバネだけですよ、僕。引きが恐ろしく悪い。というわけで行きますね。パパッと。もうね、本当に何も出る気しない。はい。今回はじっくり楽しんでみたいと思います。はい。1人、2人、3人。ここがまず少ないんだよ、どうしても。4、5? 5か、今。ほら。ここ、やっぱ多くないとね、楽しくないですよね。はい、1個消費。もうここが止まるっていうことがないんですよ、もう。しばらく。はい。新しいキャラも出ない。はい。あれ、前もなんかツユハとライライの時なかった？なんで？何この確率？なんでこんなに偏るんすか？いやー、引けないシャンロット。というわけで、淡い期待でガチャを引いてみた結果、まあ、一応ね、フォースターは2体出たんで、成績はいいと言えばいいんですけどね。ただ、持ってないフォースターが出ない。ということになりました。また、かき集めて、ガチャ、引きます。シャルロットの期間中は頑張って引き続けます。というわけで、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。バイバイ。